はい、どうも、カッパ園長です。じゃあね、まず最初この動画ではね、山口、覚えてらっしゃいますかね？昨日多分ニュースで出て、おみたいな感じで、まあ注目した人もね、もしかしたらご覧になってるあなたもそうかもしれないですけども、山口県のこの阿武町の4630万円誤送金問題。ね、まあ、当時僕はね、このなんか何人かでこうグルになって、役場の人間と、誤送金詐欺じゃねえかっていうふうに言ってましたけども、結局これって真相究明はされたんでしたっけ？なんかよくわかんない、ね、まあ、田口容疑者、ね、この田口翔被告ですよね。と、あとこの、実際にこの、間違えてこの振り込んだ人間、役場の方は結局なんか、音沙汰じゃないですけど、なんかそういうこのペナルティみたいなのって結局あったんでしたっけ？何日間か自宅でお休みみたいな。給料をちょっと削るところまでやったっけ？なんかやってなかったような気がしたんだけども。まあなんかね、役所でから、自分たちのこの不始末、不手際、それはまあなんかこの隠そうなかったことにしようみたいな。そういう感じでね、動くだろうから、まあ真相究明っていう感じにはならないのかな。一応セリフではなんか再発防止みたいなことを歌ってたような気がするんですけども。で、この田口被告の方ですよね。これなんか、YouTuber のね、このヒカルさんいらっしゃいますよね。なんかほら、ホワイトナイトみたいな。なんか足長おじさん的な。この助け舟をこの出していたのが、実はこのヒカルさんだったっていうね、話で。で、実際この、保釈されて、すぐ、なんかこの、ヒカルさんと、対面して、なんかこの対談、そのなんか独占取材じゃないですけども、なんかそういう動画を撮られてね、この公開されてましたよね。まあ僕も最初から最後までちょっと見させていただきましたけども、これどうでしょう？あなたね、見られました？まあちょっとその前に、じゃあ、まあおさらいじゃないですけどね、山口県のこの阿武町、ね、役所の方が誤って振り込んだ給付金ですよね。4630万円をめぐって、電子計算機使用詐欺の罪で、まあ、起訴された田口翔被告が、まあ、昨日保釈されたんですよね。で、田口被告が代理人弁護士を通じて、この度は私の行動で多くの方にご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。保釈後は仕事をして、借り入れたお金を少しずつ返済していこうと思いますと、コメントを発表しましたと。まあ、このニュースだけだったら、ね、本当かよと。ね、真相究明まだかよと。これから明らかになるのかと。ね、仕事するって、ね、まともに仕事に就けるのかよ、みたいな。まあ、一部界隈では、ね、そもそもこの誤って送金されるなんていうことがなければ、ね、こんなことにはなってなかったっていう、ね、なんかこの擁護っていうんですかね。ある種この田口さんが、田口被告が被害者だ、みたいな。被害者ではないですよね。確かにこの誤って送金されるってことがなかったらこういうことにはなってなかったと思いますけども、ね、誤って送金された自分のお金ではないっていうのを分かっていて、結局なんかこの使っちゃったわけですから。ね、それはやっぱダメですよね。だから、誤って振り込んだ役場の人間たちも、ちゃんとこのペナルティ受けるべきだと思いますし、でこの田口被告は田口被告で、やっぱりこの、なんていうのを償わなきゃいけないと思うんですよね。で、ここで出てくるのが、まあ、YouTuber ヒカルさんですよね。まあ、この資金提供、そうですよね、資金提供ですかね。まあ、4630万円丸々じゃなくて、まあ、なんかほら、その、なんていうの、オンラインカジノでしたっけ。ね、この業者の方が、まあ、なんかそこをがっつりこの突っ込まれたら、自分たちも危ない面倒なことがなるっていうことで、なんかこの善意でというかウィンウィンということで、ね、このなんかお金をこの、役所の方にこの戻していましたよね。だから4630万丸々じゃなくて、いくらって言ったかな、動画の中でなんか700、800万ぐらい、なんか立て替えたみたいな、なんかそんな話があったと思うんですけどもね。だからまあ一部なんかこの資金的な援助をして、弁護士費用とかそれに相当する部分のことを言ってたのかな。で、あとこの就職ですかね。なんかこのヒカルさんが、なんかブロッコリー屋さんって言ってたっけ？ね。
会社の名前がブロッコリーっていうだけで、なんか IT 系かと思ったら、本当に丸、食べるブロッコリー、ブロッコリーを作る会社をなんかやってるらしいですよね。うん。で、なんか仕事する、なんか、とりあえず、なんかまあ、これから、なんだろう、起訴されて、まあ、裁判があって、みたいな。だからまあ、この、とりあえずは、なんかこの、みそぎじゃないですけど、真面目にこの仕事をしてっていう。うん。で、その間、なんかそういう償いをしながら、なんかその動画の中でおっしゃってたのは、その、もう注目されてしまった事実は消せないと。まあ、逆にそれを逆手にとって、なんかその情報をこの発信する側、だからインフルエンサー的な、立場で、だからまあ、YouTuber として、うん、なんかそういうことをやってみてもいいんじゃないかみたいな。まあそういうか方向でこのね、もし本人がね、まあヒカルさん、この田口くんって、随分となんか、仲良さそうな感じでしたよね。で、まあ、ヒカルさんがすごいなと思ったのは、ね、まあ、僕もなんか正直、うん、どっちかというとこの批判的な、うん、まあ、詳しくしね、このなんか顔見知りでも何でもないんでね、まあ、例えば、その宮迫さんとの、うん、ね、あったじゃないですか、焼肉屋さんの件とか。それより以前のなんかよくわかんないこのヒカルさんがこの叩かれていた件は、あ、ガーシーさんとの絡みとかもあったっけ、なんかね、あんまこの正直詳しくは知らなかったんですけども、ちょっとなんか思ってたのと違いましたかね、いい意味で。うん、なんか僕もね、この件をまあなんかこう夏 8月だし、うん、なんかこのなんだろう、みんなでこの興味深くね、この盛り上がれるなんかそういうネタがね、なんかそういうのが欲しかったところでね、だからもう何だろう、この YouTuber として一つのネタとしてね、僕もこの田口くんの件で、ね、稼がせてもらいますよと。ただし彼にもね、ちゃんとこの社会復帰の道ね、この筋なんか道筋を立てつつね、あるいは本人が望むなら、あ、なんかこの独立して、うん、っていうなんかそういう、うん、なんかだからウィンウィンでね、僕も稼ぐし彼も稼げるようにするみたいな。もうなんか最初にそういうだから、おそらくなんかこの批判がね、まあ、本人も番組の中で、言って動画の中で言ってましたけども、まあ、賛否両論いろんなね、まあ、厳しい意見も来るだろうね、まあ、田口被告の方にもね、僕自身にも、まあ、ヒカルさんがね、自分の方にもね、彼の方にも、いろいろな意見が来るだろうけれども、うん、まあなんかそれをね、いい意味でね、自分たちにこの都合よく、うん、まあ開き直ってというか、うん、まあなんか田口被告にはね、このメンタル、このね、鍛えるじゃないけども、それもなんか全部この、うん、その批判とか殺到してもネガティブに捉えるんじゃなくて、これをいい機会にバネにして、うん、たくましくなんかこの稼いで自分のね、これからの人生夢を叶えてってほしいみたいな、なんかそういうこの構成番組って言ってたかな。うん、だからまあ今後もなんかそういう対談動画とかコラボ動画みたいなの、まあ、やるんじゃないですかね。うん、結構すごいですよね。うん、なんかこの話だけ聞くとなんか誰でもできそうなことなのかもしれないですけども、これ多分普通になんかね、このテレビ局の、うん、なんかしらこの有名ななんかこのアナウンサーみたいなのが、あ、なんか出かけてってね、なんかこのなんかインタビューみたいな、それなんかこの特番みたいな感じで組んだら、多分そこまで、うまい具合にまとまらなかったんじゃないのかなってちょっと思ったんですよね。うん、だからさすがだなと思いましたけど、ね、このプロデュースするで一演者として自分も番組に出て、そこ上手になんていうのかな、もっとなんかこのほら取り巻きの人が一人二人いつもいるじゃないですか。なんか三四人でなんかね、もう三人ぐらいでしたっけ。なんかもっとこの内輪で盛り上がって、うわーみたいな感じで、うん、見てる人は、ふーんみたいな感じ、なんかそういう感じに終わるのかなと思ってたら、まあ、全然なんかこの興味深く最初から最後まで見れるね、うん、なんか内容としてもすごく、なんだろう、視聴者目線じゃないですけども、うん、見てる人がまあ聞きたいことを、まあ、全部じゃないですけども、うん、結構なんか、今の心境とか、なんか、実際この山口県阿武町に言いたいこととか、あ、その辺はちょっとなんかぼかしてたかな。うん、
結構なんか興味深い、いいまとめ方をされてたような、うん、さすがだなってちょっとなんか見直したっていうとちょっと偉そうでちょっと申し訳ないかもしれないですけども、さすがすごいなって思いましたかね、僕個人的には。まあなんで突然このヒカルさんとね、この田口、被告があって、まあ僕もそこ なんだろう、どういうつながりがあったのかなって、なんか、田口被告の弁護士さん、弁護人が、なんか資金提供を申し出ていたこのホワイトナイトが、まあ結局この YouTuber のこのヒカルさんだったわけですけども、なんか弁護士さんが、弁護人の人が、なんだろう、突然思いついたのかな。ちょっとなんかどういうこのつながりかあって、なんか動画の中でそれ言ってたかな。うん。まあちょっと聞き漏らしちゃったのか、忘れちゃったのか、あれですけども。まあ興味ある人はね、まあ動画見てみても、いいんじゃないでしょうか。結構ね、いい内容だったと。僕個人的にはね、うん。さすがだなって思った。うん。なんかそういう内容になってましたんでね。うん。まあ今後、どうなんでしょう。構成番組みたいな、そういう企画でね、うん。なんかこの田口被告と、うん、今後もなんか絡んでいくみたいな感じで締めてましたけども。そうね。そもそもがこの誤って、この振り込まれた、ね。でもなんかこの田口、被告が被害者とは僕はやっぱり思えないんですよね。うん。やっぱりなんかそれは一つのきっかけで、使っちゃいけないお金をこの手つけたっていう事実はあるわけじゃないですか。ただまあ、だから一方で、ね、これはヒカルさんも言ってましたけども、ね、あれがなかったら、ね、こんな風にこの実名も顔も全国でこのさらされて、うん、なんか身動き取れなくなるようなことにはなってなかったから、ね、このままなんか、なんかこの社会不適合者みたいな、無理やり、うん、本人が望む、ところではなく、ね、なんかそういう格好で人生閉ざされてしまうのは、それは違うと思うって言ってたのは、まあ、なんとなくそれは分かったんでね。うん。ああ、なるほどなと。そう思ってもこういう行動にはなかなか出れないですからね、普通はね。うん。仮になんかこう、それなりにこの影響力があったりとか、ね、この力があったり、経済力があったりしても。正直、いらんお世話、ね、焼かないじゃないですか。うん。まあだから今後ね、どういう感じになっていくのか、ね、わからないですけども。真相究明とかね、なんかそういう、まあ、暴露話じゃないですけども、まあそういうのは特に後半中は多分言えないことがもうほとんどだと思うんで、なかなか出てこないのかもしれないですけども。なんでそういうことが起きたのかなって、ね、本当に再発防止になってんのかなって、そこはやっぱり気になるところなんでね。まあなんかそういうのも含めてなんかいい機会に、ね、なるんだったらいいんじゃないのかなっていうのが正直、まあ感想ですかね、僕個人的にはね。うん。でなんかものすごいこの挑発でさ、ね、風でもう顔が見えなくなっちゃうぐらいでその対談動画の中でなんかこの美容師さんもなんかヒカルさんが用意していて、うん、なんかちょっと、綺麗に小ざっぱり印象あんま良くないからさみたいな、身なりをちゃんとしようよみたいな、ぱっと見坊主頭みたいな感じになるんですけど、ちゃんとあの後ろで縛って挑発は挑発だったのが笑っちゃいましたけどね。構成、どうですかね。今のところ僕はまあただ犯罪、まあでもね、この詐欺の罪ですからね。まああれか、最近のこの統一教会絡みのね、うん、まあ、自民党のなんかこのすっとぼけすっとこどっこいラジコン議員なんかに比べればね、全然こんなんか構成のチャンスがね、あってもおかしくないって言われれば、それはそうかもしれないですけどもね。うん。せっかくこうやってヒカルさんがね、手差し伸べてくれたんだから、ね、それをこの裏切るような真似はしちゃダメですよね、やっぱりね。うん。どうなるんでしょうか。ね。まあちょっとなんか続きが気になる感じでしたね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。